私リオンさんめっちゃ好きなんですよね。え、今回来てくださったのが V1 新メンバーのお月ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、よし、お月です。お願いしますということで、ちょっとね、お昼の時間帯なんですけど、まあ日曜日ってことで多分プレイヤーも多いと思うんですけど、様子で、まあ、のらりくらりいろいろ質問していきたいと思います。それではやっていきましょう。お願いします。おつきちゃんはゲーム結構始めて長い、どのくらいからやってるっすか？多分シーズン、あ、リリースして2ヶ月 ?10月にリリースして。あ、長いね、結構ですね。ずっと野良とかでやってて、1年半ぐらいかな。へぇ、一番最初に入ったクランはどこ？プランで、カムイってプランです。カムイ？カムイって本当に、あ、なんか聞いたことある。カミに、あの、いい、結構古いよね。そうです、カムイ。そうです、ジェントルに誘われたのか。で、あの、仲良くしていただいてて、服とか、こう、スケットとかで、あの、出させてもらってて。はいはいはい。私、結構消極的って、消極的。あ、はいはい。なんかしていいのかなみたいな。あ、で、何も言えなくて、あの、スケット、本当にない時のスケットでいいですよみたいな。今回自分から応募してきたんですね、DM かなとか、JPM にして。あ、なんかその時に、あ、スカウト。普通これますかって言われて、あ、行きますってなって、その時最初 DM してなかったんですけど、やっぱ入って、なんか、チケット行った時に、あ、でも募集してるなら入りたいな、みたいな、一緒にやってみたいなっていうので、ちょっと遅めに DM しました。どうすか、V1 入って。V1 お好きだった瞬間の、なんか、ちょっと名前変わると少し気が違うよね。気が違うっていうか。気が引き締まるっていうか、ね、なんかこうやっぱ強気でいけるっていうか、店長さんとかお客さんが、おつきちゃん行きな、うちら俺ら後ろでカバーできるからみたいな、こう、なんかこうすごいバックがすごいですね。あ、いや、後ろの心強いってやつね。心強いです、ね。なんかあったら助けてくれる感がすごいね。こういう、うちのメンバーって結構もうバケモンじみた人間しかいないから、誰もいない時に呼ばれていくけど、やっぱスピード感が違うっていうかね、一個一個の動作の。あと判断がめちゃくちゃ早いから、V1 メンバーの中で、この人、ちょっと苦手やなーって思う人いる。今んとこいない？いないです。いや、こいつマジで毎回セクハラしてくるわーっていう人もない。レイクに毎回セクハラされてますみたいな。それはまだないですけど、言われかけたけど、なんか、下には言えないみたいな感じで言われた。毎回パンツより聞いてくるからね。ああ、なんか、お鍋さんには聞けるんだけどな。じゃあ次は、プライベートのことでも聞いていこうかな。はい。まあ、みんなが知りたいのは多分プライベート的な部分かな。じゃあ仕事は、あれなのかな、その半、なんか、ハンドメイドかなんかの。あ、ハンドメイドは、あれも趣味と、趣味ですね。本当の、独学の趣味。ああ。結構、すごい上手に作ってるよね。たまにこういう写真見るけど。ありがとうございます。そんな、お月ちゃんのハンドメイドは、こちら、右下ら辺に、後で写真載っけときますんで。皆さん。視聴者さんは多分今見えてるはず、右下ら辺に。おつきちゃんハンドメイドが。はい、ハンドメイド。編集で結んでいきます。あ、本当ですか。仕事は、調理師。そうなんだ。なんかの、
レストランとかそういうところで料理をしてるってこと。そうです、もともと寿司屋、あの旅館とホテルとかでやってて、へえ、割烹料理屋さん、はい、和食の。そうです。へえ、着物と、着物っていうか 和装はするとか。ああ、和装、いつもはコックス着てたんですけど、今は嫌いますけど、割烹服着たりとか、コックス着たりとか、着てたりとか、あります。それ着てる写真とかないの？それ着てる写真、うん、ないです。あ、ないんだ。はい、 あったら上半身だけ乗せようと思ったの。優しい以外に求める男性、理想の男性像。理想の男性像、ありがとうとごめんなさいが言える人ですね。ああ、しっかりその辺ね、大事だよね。初歩的だけど、そうですね、人のために動ける人ですね。V1 メンバーの中でだったら、はい、店長さんとかですかね。ああ、ですね、うん、騙されてる。騙されてる。レイクはね、めちゃめちゃモテるんだよな。すごい女子人気が高いからね、彼は。女性に、まあ、優しいってのもあるけどな、めちゃめちゃ人当たりがいいっていうか、そう、話し方もなんか落ち着いてて、 V1 の皆さんすごい話し方落ち着いてて、すごいやりやすい。で、吉野家店長は優しくて人のために動ける男と、はい、V1 ナンバーワンの男。ジェントルではない。あそこはジェントルさん、うん、ですね。間がすごいあったけど大丈夫？いや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 、一人ずつなんか イメージ聞いていこうかな。 V1 のことですか？男メンバーのイメージ。あー、本当に関わりなくて、多分本当のイメージになって、うん、ジェントルからいこうか、そら、とりあえず。はい、一発目はクラマスから。はい、クラマスはどんな男ですか？私が思うこういう男だ。ああ、周りを見れて、うん、ああ、それいいとこだね。いいとこです。クラマスとして周りメンバーをちゃんと見せる感じがします。悪いとこだった。悪いところ、これ新しく入るのに。本当にここ割れてないみたいな。なんだろう。悪いってことは、こういうとこちょっと癖ありそうだなみたいな、そういうのもない？あー、なんかたまに下ネタをぶっ込んでくるとこ。あー、でもその下ネタが全然おもんないけどね。いや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 。ちょっと反応に困っちゃうときが。あんまり下ネタが得意じゃないけど。そうです。でも本当は別に嫌いじゃないでしょ。あ嫌いではない。別に嫌いではないですけど、あの、乗りに乗れないだけです。あ、乗れないだけね。乗れないだけ。さっき。私が思う、お茶家はこういう男だ。すごいクールな方。ああ、はいはい。あとなんかもう一個ぐらい。あとは、もうツナのイメージしかないんですよ。あいつもキルログが流れてもう、ね、じゃああれがもしお茶系のそのクールキャラが作りだったらどうする？作りキャラだったらどうする？キャラだったら、はい、ちょっとまだ私もさらけ出されてない。ちょっともうちょいお茶系さんと仲良くやらないとな。あのね、あの、じゃあ大ちゃんは？大さん
まあ若いのは知ってたんですけど、うん、思ったよりも若くて、うんうんうん、びっくりしました。これ予想以上にだったな。予想以上に子供っぽかった。だいぶ子供、うん、なんかちょっとお茶目なのかなって思います。あ、それ作ったらどうするんですか、キャラ、お茶目キャラ。あ、それもですか。それもですか。いやー作ってるんですよ。もうちょっと慣れないとです。正確に流りピーちゃんと喋った。あ、はい、あります。どうピーちゃんは。あ、なんかついてるっていうか、うん、優しい声だなってすごい最初思う。あ、眠くなるよねあの声ね。でも結構ボス吐くんだなってそう思います。マジでね、彼ねボソ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 喋るくせにすげえ怖かったな。全然いいんですけど。あと、あ、リンゴおじいちゃんは。喋った？あ、キンゴさんは、何かのランクっていうかの、うん、誰でも組んでいいですよみたいなので、うんうん、横に来てくれて、はいはいはい、やりました。うわ、なんか下心あるな、あのじじい。なんかその時、アコさんと組んでて、あ、そうですね、キンゴさんが。ああああ、アコちゃんも一緒に。アコさんがなんかどこ行こうみたいな感じで多分。うん、すごい喋りやすかった。いいですな。私リオンさんの配信、うん、めっちゃ好きなんですよ。え、なんかあの盛り上がる感じが。あ、急に俺の話しちゃう。あ、なんかあの、いいよいいよ。本人にでも結構他の人に似てるんですよ。なんかその誰の配信が好きみたいな、すごいですよね。なんか喋れるのが、はいはい、でそんな、あんな早口で喋れる。そん、あ、俺がね。あ、リオさんも。あ、興奮しすぎてぐらいすぐ投げちゃった。ためるの忘れた。ちゃんに配信いいって言われて最高に嬉しいな。スライドすぎましたか。いや、めちゃめちゃ嬉しいでしょ、普通に。そう、それを、うん、いつか、うん、あの言おうと思ってたんですけど、うん、言える機会がなくて。何そのプロポーズみたいなの、やめて。恥ずかしい。あと一人こっちですね、最後。オッケー。じゃあ最後はおっちゃんに花を持たせるんで、じゃあ後ろで見とく。あ、本当ですか。うん、あ、そっち行っちゃいましたね。あれ、めちゃめちゃ実家から打つやん。頑張ってくれ。メカニック俺が食らっとく。メカニック。頑張れ頑張れ。ナイス。勝った。イエーイ。メカニック食らっとく。なんかすごい。いやいい試合だったわ。おもろかった。いや、すごかったですね。うん、ただ俺が褒められて嬉しいためだけの動画になってしまった。いや、よかったよかった。いやいろいろ聞けたっすわ。はい、ありがとうございます。そしたら、まあ、最後になるんですけど、まあ、V1 入って、はい、まあ、今2週間ぐらいかな。そうですね。だったかな。うん、じゃあみんな多分見てくれると思うので、この動画そんな見てくれてる視聴者さんの皆さんに向けて、はい、一言何かあればお願いします。皆さん V1 の方々が強くて私でいいのかなってすごい悩んだ時もあったんですけども、なんか
ゃんが入ってくれて嬉しいとかよかったとか言ってくれたので、これから頑張ります。あ、いい一言ですね。そんなお月ちゃんの理想の男性は吉永選手です。はい、皆さん吉永店長みたいな男を目指せばおちっちゃんにもしかしたら目が止まるかもしれませんので、皆様この辺精進して日々お過ごしなさってください。よろしくお願いします。はい、ということで V マン新メンバーのおちっちゃんのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいなって思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントたくさんお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ゆなでした。バイバイ。